ジボニアの家です。ということでやってきました。69試合目神宮球場。ヒロさんたちにこの誕生日プレゼントのコップとまたごちそうになりました。ありがとうございます。カーブンバットまで。昨日ちょっと、涙涙だったんで、今日は頑張りましょう。本当にフェリックスさん。今日送ったんだ。今日の注目選手、まずは秋山、現在10試合連続ヒット中、対石川6打数3打、1ホーマーの秋さんに期待しつつ、昨日は2ホーマー、ヤクルト戦の得点は5割のジャンボ末カネに期待しつつ、見ていきたいと思います。スワローズ、現在6試合連続ヒット中、ここ最近5試合5割2分2厘の長岡に気をつけつつ、神宮では3割2分5厘、得点圏は7割1分4厘の昨日もタイムリー、松本直樹に気をつけつつ、見ていきたいと思います。全然おおいやーあー入ってる入ってるよ。昨日も先制タイムリーで今日もホームラン1打席目これで4試合連続ヒット。めっちゃ風吹いてるわ今日。タオルジャイアンツみたいなことすな。最悪だ。いやー、めちゃめちゃ風が吹いてる。えぐいあらたない武器をとっさげ込め、世代のトップを走れ。おぉ行く、おい左は3割3分3厘。でかいねこれ。えぐい。ホームラン2本で4点やこれ。サブローカルじゃ僕くじいてますのは今日もカープはカチ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 ゼロは6なんだけどね。この前の矢野氏が良かったわ。矢野氏のスリーベース、
クリとおばじ3割2分の目あるしおいがしてませぬわ今日もカップばっかりらっしゃいらっしゃいらっしゃい今日もカップばっかりらっしゃいあたいあたいあったーいぽーい秋山ライオンズやねんから秋山やってくれよおー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 しゃーギテフライヤーはいオッケータマキゴータマキゴーゴータミーおーえいいだいいだ秋山現在ね10試合連続ヒット中の秋田紅茶秋田宮城歌ガーネスがおるぐじいてまっしゅー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 はい、落ちる落ちる落ちるおーケイさんおーケイ菊池もね、日曜あーえ、菊池いざいざ菊池3割1分後半戦得点ゲーム倒したら3人ね後半チャンスでやってるカールスがあぐじてますな今日もカップはカチ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 あーわっしゃい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 今日もカップばっかしかすごいバザーバザーうぅぅ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 ぅこういう交流ないからなるとぺーんすごいしケクチーケクチーケクチーファイヤーアキさん、アキヤマ、おお、おい、えぐい、あっちねや、えぐい、アキヤマこれで11試合連続ヒット、アキヤマ、ここ最近5試合も4割7分。ヤクルト戦も3割超え最高やはいはいはいメアジームさんのカルチャーはいくじいてませんら今日もカップはカチ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 うぅーしいうしいわっしゃいわっしゃい今日もカップカチ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 バザーイバザーイバザーイドン！はい！はい、ナイスゲームやー！えぐい！ 16 安打8得点！えぐい！はい！最高や！いや、ジェームさんもローカルしかおみくじいてますには連敗しない8月に入ってからまだ1回も連敗してないよ強いよ
はい。素晴らしいな。すごいね。振り返っていきたいと思います。いやだからね、本当に連敗しなかったっていうのがねでかいわ。8月まだ連敗なし。昨日もね、あの大瀬良で6失点して今日も嫌な感じかなとか思ったけれどもね、初回坂倉のスリーランホームから始まってね、正午3満月だしね今日。坂倉もね、8月打率は3割超え、得点圏も3割超えのね、マジで後半戦めちゃくちゃ打ってくれてる翔吾ちゃんのスリーランで先制して、でただその後ね、村上にホームラン打たれるも点取られてすぐ後にこれ海斗くんのホームラン。海斗くんもね、対左ピッチャーには打率3割4分、うん、左キラーの海斗くんのホームランで、その後もね、友樹のタイムリーだったりね、秋山の犠牲フライだったり、秋山のタイムリーだったり、もろもろあって16安打8得点、素晴らしいですわ。もう猛打賞が3人も、今日は、ジャンボ今日猛打賞、ジャンボもね、昨日ホームラン2本打って、今日も猛打賞、しかも今日満月だしね、関係ねえよ、なんなんだよ、お前、その満月の話。そうで、ジャンボね、ジャイアンツキラーのジャンボがそのジャイアンツ戦前最後の試合で、調子上げてくれたんでね、いや本当に良かった。で、あと友樹も猛打賞でね、あとは坂倉も猛打賞ということで、いやいい感じでね、ジャイアンツ戦前、最後の試合になったんじゃないかなと思います。いや、クリちゃんもね、本当によく頑張ったわ。ここ最近ね、あんまりいいピッチングできてなかったけど、今日は6回失点、素晴らしいピッチングでした。でね、今日声をかけてくれた皆さんもあれでした。で、次は東京ドーム、火曜日から3連戦、大事な首位攻防戦なんでね、僕は火曜日は内野2階で、水木はビジター、じゃあレフト外野混合席なんでね、見かけた方いたらぜひ声をかけてください。ということで、今日も一日お疲れ様でした。翔吾さん、命かけた勝負の舞台、恐れずに進め。